はい、どうもボーダです。今ですね、丸山公園に来ております。で、今日はね、5月の18日の土曜日です。で、今日はあの丸山公園から千代院の方に行こうかなと思っております。今日はちょっとブラブラ散歩で、行こうかなと思っております。いや、すごい気温がめっちゃ暑いですね。あ、飛行機雲がね、ちょうど今通ってます。すごいな、飛行機雲が。明日は天気が、明日天気曇りやね。うん、曇りだから。そうだね、今多分28度ぐらいあるよ。暑い、暑い、すっごい暑い。さっきね、このコーヒーを買いました。あのオニールさんというところでカフェラテをね、買ってね、うん、これがすごい美味しくて、美味しい、フルーティーな味でね、うん、美味しい。マジでこれは、ね、おすすめやね。二年坂の近くにあるんで、皆さんもぜひ寄ってみてください。行きますか、千代の方にね。いや、暑いわ。足止まった。ちょっとやばいことになってた。チオンっていつぶり？え、めっちゃぶりよ。めっちゃぶり。何年ぶり？あ、何年ぶり？10年ぶりとかぐらい。おお。来てないんですよ。行ってないか。うん。なかなか地方に行く機会ないからね。うん。え、なんて、金を、あ、金、うん、金を見に行く。僕も吉祥院はさ、去年ぶりかな、去年の夏とか行ってた気がする。まだ最近だな。そうそう、本山千代院って書いてるわ。叫哪边呀？叫哪边？ちょっと待って、チオンやって、ちょっと待って、え、あ、ちょっと待ってや、え、いや、う、え、横から行ける、行けるかもしれないね。あ、ちょっとやって、え、もう閉まるの、こんな早く、うん、まだ4時半やで、ちょっと渡ろうか一回、うん、遅いか、4時半と遅いか。本日終了は、終了だ。なんてことですか、4時まで、そうだったんだ。4時までないんや。ああ、ちゃちゃちゃ、やってもた。やってもたわ。やってもたな。皆さん、すいません、閉まってました。やってしまったよ。6時ぐらいまでかなと思って。そう思ってたな、ちょっとやっちゃったね。やってしもた。また今度だわ。いや、また今度行きましょうね、うん。これはなんだ、虫だね。あ、やってしもた。やっちゃったな、マジで。どうする、どうする。
あれまっすぐ行ったら平安神宮。ああ、なるほど。そう。うん、平安神宮でもいいし、高大寺はまだ分かんない。高大寺、あ、高大寺か。高大寺か。高大寺やったらまあまあ行けるってことね。こうやってまたアカンかもしれない。あかんかったらもう。やめましょう。焼きたてワッフルクロワッサンサンドって気になる。気になるな。なあ、めっちゃ気になるよな。いや、ビーガンスパイス。ああ、いいな、ビーガンな。いいね。健康的な。いいね。ワンちゃんがこれやってます。かわいいな。へえー、かわいい。なあ、あれ何系なんやろ。芝芝っぽいな。マジで天気がいいな。うん、4時半なんて信じられないの。確かに確かに。もっとなんかな、2時半ぐらい。確かに確かに。そんな感じやんな、はい、2時過ぎぐらいとかさ、そんな気分に、はい。ゴミ箱捨てたいな。あるかな、どっかあったらいいんやけどな。歌がすぐ聞こえてくるねんけど。うん、なんだろう。なあ、何時起きる？ライブ。ライブしてるんかな。音楽堂って書いてる。あ、ほんまやわ。丸山公園音楽堂って書いてるわ。でもそこら音楽してるんか。じゃあ、うん、歌なんかライブみたいなさ。うん、なんか歌ってるね。うまいな、すごい上手。上手やわ。うん。もうちょっとで、あと3分で高台寺よ。近い。うん。
るのだろうか。会えたらいいな、高台寺な。この道いいね、うん、まず綺麗な水だなあ、めっちゃ綺麗こなんなよな。でもここもなんか見て見れるんだね。そうな、うん。樹木草って書いてある。うん。これ確か左ね。これ左を登っていくと。この道いいよな。すごいやろ。那把伞它已经要坏了，对，这是叶叶，你看，めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗やろこの道。いやマジで綺麗。緑がすごい。うん、めっちゃ綺麗。あ、なんか降ってきてるわ。
東大寺入り口が左、うん、じゃあそうそうそう入り口の方か、はい、ここはじゃあ東大寺ここからですわ。あのなんかね、動画撮影がダメみたい、うん、で結局中に入らずこう、ね、戻ってきたね。ではちょっとこうまっすぐ行って、で大仏さん、でかい。でかない？めっちゃでかいよ。すごいね。すごいよ。京都にも大仏さんがいると、はい、うん、インパクトはあったけど、すごいな。明治なくない？京都に大仏っていう、うん、来てれば飲めたんだけど、ごめんね。そう、奈良のイメージが強いよな。でっかいな。でかいよな、めっちゃな。すごいでかい。怖いな、バスの数がすごい。なあ、カフェが。景色がめっちゃ綺麗なんよね。いや、いいね。いや、めっちゃいいわ。いや、ここからの景色めっちゃいい。あそこホテルやもんね。うん、すごい良さそうな、うん、高級ホテルよ。うわ、これ、こういうの八坂の塔が見えるわ。いいじゃないよ。八坂の塔の向こうにね、京都タワーが見える。え、ほんまやな、見える見える、すごい。いやー、めっちゃいいわ。いい眺めだね。京都っぽい。京都っぽいな。二年坂。さすが二年坂ね。いいじゃん。今日はあのここまでで動画終わると思います。すみません。今は今あそこの方で泊まってみたいな、一回。あれすごいところやな、うん、そうなん、うん、すごいところ。さあ、じゃあ皆さん、今日はこの辺りで終わります。最後まで散歩動画見てくださりありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。バイバーイ。